します。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。くれてる皆さんに向けて歌いたいと思います。誰かが書いた未来の先になんて。この20っていう曲を通して自分自身とすごく向き合った時間がたくさんあって、この曲に自分がパワーをもらったっていうことがあったので、誰かをこれから助ける、明日を良くする存在になれたらいいなって思っています。でもやっぱいつもバンドメンバーと一緒にやってるライブみたいなもんなんで、なんかすごいめっちゃ楽しかったです。